はいどうも、女性保管計画です。今日もね、孤独な女装者の散歩やろうと思います。これはですね、今日の動画はですね、もう一箇所で10分間携帯のカメラ回しっぱなしみたいな感じなんですけどね、もうただ歩いてるだけですね。空港なんですよ。昔の空港で、それが閉鎖されたんですけどね、それがずっと公園として公開されてるみたいなね。なんかなかなか粋なサービスというか、手抜きというか、別に公園といって何を作ってるわけでもなくて、昔の空港をそのまま公園として公開してるみたいな、いかにもドイツ人らしい、まあ、観光地になってますね、一応ね。なんですけどね。まあ、自転車で歩いてる人がいます。ここの飛行機が滑走してた滑走路ですよ。これをね、だから、まあちょっと端っこから端っこまで歩いてるんですけど、途中から回し始めたんで、10分間でだいたい 60% は歩いたと思うんで、多分端っこから端っこまで15、6分もあれば歩けるような距離ですね。でもまあこれだけの広さで、なんか、車も走っていないような道路っていうのは、まずこのね、ベルリン、まあドイツ中でも多分ない。まあベルリンでは、まあ少なくとも絶対ない。唯一の場所で。まあ日本でもこういう場所とかって自分まず行ったことないんで、もしかしたらあるのかもしれないですけど、まあほんま滑走路ですね。なんか自分の世代だと、こういう風景見ると、G メン75、刑事ドラマの。あれ土曜日の夜でしたよね。多分土曜日の9時とかからかな。10時だっけ。その後ウィークエンダーが11時とかだったっけ。まあちょっと覚えてないんですけども、G メン75のオープニングにここね、横並びで7人ぐらいでね、刑事たちがこう歩いてましたよね。多分あれ、あの中に、あれ、丹波哲郎とかや、夏木マリとか、藤岡弘とかいたんじゃなかった。なんかちょっとね、他のドラマの登場人物と混ざってるかもしれないんで、間違ってくるかもしれないんですけど、まあ、ここをね、刑事たちが横並びでね、歩いてて、おーみたいなね、なんだ、なんかすごい人たちがチームを組んでるんだな、みたいなね、演出ができてたのかな、とかね、思いますね。でも何なんですかね、横並びで歩くっていうのをね、どう考えてもね、まあこういう他にね、競合がいない、他に歩いてる人いないから、まあこういうところだったらね、まあやってもいいなとは思うんですけど、ヨーロッパ人とかで理解できないことの一つとして、奴らね、友達とかなんかつるんでる奴だとなんかね、横並びで歩くんですよね。何なのかわかんない。もう本当に細い道、三人横並びでもギュウギュウで他の通行客は歩けねえぞみたいな時でも並ぶんですよね。日本人だったら二人、なんか話してて声が聞き取れないと横に並ぶ人はいるけど、まあ一応なんかなんちゅうの、こう、一人二人。で、三人目がこうなんかちょっとね、このなんちゅうの、ちょっとなんちゅうの、直角定規みたいな。なんかまあ、なんていうか、ブーメラン型とかの編成しても、全然気にならないというか、まあそうなるんだなっていうか、まあ別にそれでも、まあ別に歩いてるってことは変わんないわけだけど、こう、ヨーロッパ人って3人いると、この3人がね、こう一列、G メン75歩きをしないと、何か大切な時間が損なわれてるというか、友情に傷がついてるか、みたいな。だからちょっとね、崩れるとね、すぐに直すんだよね。慌てて、あ、ダメだな、崩れちゃった、みたいな。あれがね、すごい、バカだなーって思いますね。自分が嫌いな欧米人の文化の一つ。何か、G メン75歩きをするっていうね。うん。なんかね、ちょっと観察してみてください。海外旅行とか行った時とかね。で、女子大生的なやつとか、高校生とか、そこら辺も多いですね。トルコ人とかはあんまり気にしないみたい。なんかね、盾とかでもいいっていうか、多分キャラバンとかので、むちゃくちゃ適当なこと言ってますけど、昔砂漠とか歩いたことがあるような民族っていうのは、あんまり気にしないのかもしれない。なんかやっぱりヨーロッパなんかバスチーユ牢獄とかをこう襲撃したとか、適当なこと言ってますけど、なんかそういうね、なんか隊列っていうのにやたらとこだわるみたいな。なんで、こんな細い通路なのに横並び歩き、お前ら、
そんなこだわんのみたいな。絶対、リスク大きいよねって。人とぶつかるリスクもあるし、スリとかがいたらね、すられる、財布すられるリスクもあるし、三人で細い道路を歩くんだったら、まあ、アリのように行列、縦行列が絶対合理的なんだけど、なんかわかんないです。多分、一緒なんですよ。これと同じなのかなと思います。心理的にはね、こういう道路、大きな道を、滑走路を私は私の人生の中で今、飛び立とうとしているのよ。そこをやっぱり G メン75のように大手を振るって、誰も一人の一線になって、一つのなんか、ね、横並びで上下関係などなく、それが私の今の青春なのよ、みたいなね。わかんないですけど、そういうことをなんか心の中で言ってるんじゃねえか、みたいなね。なんか変なところがあります。奴ら。うん。まあね、その悪口だけ言ってるだけなんですけど、まあ綺麗ですよね。ね。この地平線になってるっていうのはやっぱなかなかね、日本じゃ見れないですからね。日本じゃなんかわかんないですよ。日本はほら、結局山と海っていうのがね、メインしてて、全部坂みたいだね。まあ例えば自分のね、ふるさとである神戸とか。まあ、こんなとこあるわけないですからね。神戸みたいな地理でね。まあ全部、もうほんと山と海がめっちゃ接近してるから、まず坂はしかないみたいなね。まあ神戸人がね、絶対やる、クイズに、これまあみんな知ってる人いるかもしれないですけどね。まあ皆さんも使ってみてほしいものとして、神戸には上り坂と下り坂、どっち多いんや、みたいなね。でなんかね、まあ、初めて言われた時自分も分かんなかったんですけど、間違えたんですけど、やっぱ一歩つくとかあるから下りちゃうかなとかって言ったら、一緒の坂なんか一瞬登るか登らへんかで決まるだけで、別にどっちそれって方向で決まる話やから、坂は坂でそれは登るのも下るのもどっちもできる、だから同じ数やとか言われてね、まあこれネタバレで申し訳ないんですけども、まあ、使っていただければね、まあ神戸あるある、多分長崎でもねあるあるネタなんかもしんないですね。長崎とか尾道とかでもあるあるなんじゃないかな。こういうね、港町でああいう山と海が接近してるっていうところだとね、絶対、うん、そういう謎謎があるのかなって思いますけどね。まあなんだ坂、こんな坂っていうのはあれですね、なんだったっけ、尾道ですね。大林信彦監督、ほんと大好きなんですけどね、私はね。のね、なんかのおばあちゃんがなんだか、なんだ坂、こんな坂って登ってて、まあ、寂しんぼい出てくるな、おばあちゃん忘れた。ごめんなさい、申し訳ないわ。おばあちゃんだったような気がする。主人公の。まあいいや。で、まあね、そうやって言ってる間にもう結構、あと2分ぐらいになったんですけどね、これ長い、なんか単調な動画なんですけどね。でもまあ、いろんな人がね、行ったり来たりしてますね。こうローラースケートしてやってくる人もいますしね。なんか自転車で行く人もいるし、サイクリングのね、もう本当に競輪をやってるような自転車でシャーって行く人もいますね。うん、かっこいいですね。うん、自分もここでね、なんだかんだ言って電動キックボードでね、まあ運動もしない、ボタン押せばブイーンって走るのでね、なんかね、まあよく行くんですよ。なんかちょっと電動キックボードで走って、まあ、5分ぐらいでたどり着けるところなんで、ここにね。まあ、行って、ちょっとね、ここ、この大きな滑走路をただ単に行ったり来たりする。だけで、ちょっと心が落ち着くというか、まあ、いろいろ考えたりとか、ちょっと目つぶっててもね、対向車っていうか、ぶつかる危険性とか全くないし、まあ、そうじゃなければ自分の、まあ、前話しましたけど、ちょっとね、家の近所でちょっと車に轢かれたりしますんでね。本当に都会の真ん中で厳しいところなんですけど、ちょっと行くとこういうところがあるんでね。まあこういうところで本当に、もうポケーっとね、なんか空とこの地平線だけ見ながら、みたいなね。そうそう、日本だったらね、北海道くらいしかないっていう話ですよね。まあよく一般的に言われる感じではね、地平線が見れるところっていうのは、本当山と、海が本当接近している国なんで。まあそういうのがね、そうじゃないものがね、こうやって家の近くでね、味わえるっていうのね、まあいいもんです。
はい。まあね、皆さんもぜひね、一度ここは来てください。